ここ。起きたのか。私。悪い。俺さっき調子に乗ったかも。けど、あんたが悪いんだぜ。そもそも約束を反故にするから。あの、お姉ちゃんは？1階はキッチンとリビングよね。ほんと、リリス。いや、ディルって怖い。なんだかよくわかんねえけど、俺あいつにだけは勝てる気がしない。もしかして叩かれた？うるさいな。誰にだって得意不得意ってあるだろう。大悪魔が苦手意識を持つお姉ちゃんって一体。あ、起きたのね。よかった。まったく、このまましばらく起きないんじゃないかと思ったわ。お姉ちゃん、ごめんね。謝らなくていいの。あなたは私を守ろうとしてくれただけだし、そもそも悪いのはベルちゃんだもの。だからベルちゃんって呼ぶなっつってんだろ。ね、リゾット作ったのよ。食べるでしょ。ベルちゃんの料理って美味しいけど、見た目が白金レベルなんだもの。そんな、身も蓋もない。いや、否定できないけど。あれ？意外。絶対言い返すと思ったんだけど、本当にお姉ちゃんのことが苦手なのね。聞かないで済む話じゃないわよね。さて、食べましょう。ほら、ベルちゃんも、あなたも、いただきます。美味しい。お姉ちゃん、自分で言うのもなんだけど、結構料理、うまいと思うわ。うん、美味しい。お姉ちゃんの味だわ。うん、うまいけど。俺のラザニアの方がうまい。おかわり。はいはい。あ、でも確かにベルちゃんのラザニア久しぶりに食べたかったかも。なんだか。どうしたんだろう。なんか俺についてる？友達として好き。それだけよ。なんでもない。なんだよ、変なやつ。それ、食わないなら俺が食っちゃうよ。なんだかいいわね。あのね、ベル、お姉ちゃん、二人とも私に教えてほしい。私にまだ教えていないことがあるわよね。
あんた、本当に聞きたいの？怖い。でも、何も知らないで流されていくなんて嫌。ルシエル。マフィアが悪魔で、その悪魔とお姉ちゃんが知り合いだったのよ。これ以上、何を驚くことがあるっていうのよ。教えてベル、あなたが知っていること、すべて。実感も湧かないし、いや、そもそも理解が追いついていないわ。ちょっと待って、意味がよくわからないわ。何度だって言ってやるよ。あんたが俺たちの探し物、ルシファーの魂を持った人間なんだ。そんな、だって、でも。嘘じゃないってわかる。からかっているわけじゃないって。でも、理解ができない。よく考えてみろよ。俺が、ベルゼブブが実在するなら、ルシファーが実在するってのも、別に何にもおかしくはないだろ。確かに、そうかもしれないけど。とりあえず一旦ここまで、ね。ベルもそれでいいでしょ？あなたももう疲れたわよね。休みなさい。お姉ちゃん、私がルシファーだって言うなら、じゃあお姉ちゃんは？私のこともいろいろ聞きたいでしょうけど、今度にしましょう。一度にいろいろ聞いちゃったら、考えなくちゃならないことばかりでパンクしちゃうもの。でも、とりあえずさ、さっきも言った通り、あんたが本格的に覚醒すんのは18歳の誕生日なわけだから、まだあと少し時間はあるから、ゆっくりとは言えないけど、考えるくらいはできるんじゃない？二人が話はここまでって言うのなら、それ以上聞きようがないわ。私がルシファー、ベルたちの住む魔界の嘘だなんて。アスタロとヤフェルは普通に私のことルシファー様って呼んでいたっけ？なんだ、みんな私が好きで優しくしてくれてたんじゃなくって、ルシファーだから好きになってくれたんだ。泣きやめ、泣きやめ。泣いたら泣いただけ惨めになるから。お姉ちゃんかな。会いたくなくてもここにいるのはバレているわけだし。
いや、起こしたわけじゃないよな。あのさ、ちょっと散歩しようと思うんだけど、来るか？え、散歩？まあ、責任を感じていないってわけじゃねえんだ。あんたさえよかったら、行こうぜ。連れて行って。まあ、それもそうよね。あんな話の後だもの。ベルカ、悪気があって黙っていたわけじゃないのは分かっているもの。いつだって彼は私に向き合ってくれていたし。連れて行って、散歩に行きたいわ。うん、分かった。じゃあ行こうか。ねえベル、さっきの話の続き聞いてもいいかしら？さあ、どうだろう。あんたの姉ちゃんがどういう方針かわかんないしな。怒るなっての。あんたには悪いけど、俺は訳あってあんたの姉ちゃんには逆らえないんだ。それもまた契約の一種？そっか。私に関係のないことだったら答えてくれるかも。ねえ、あなたのことだったら答えてくれる？さあ、ものによるかもな。何が聞きたいんだ？宝飾を司るって前にエリスが言っていた気がして、それって何かなって。実際気になってはいたし、七つの大罪の一つグラドニー、それをあなたが司っているってこと？四六時中腹が減る呪いだって思ってくれりゃいいかな。これが結構しんどいんだけど。だからいつもお菓子持っているの？まあそんなもん。一個やろうか。キャンディーとキャラメルなんだけど。ああ、うん、いいわ。意外にうまいのに。あ、でもあんたは前の飴で懲りたんだっけ？の部屋に置いてきちゃったかもしれないわ。ちょっともったいなかったかも。ええ、もうあなたからのお菓子はいいわ。どうしたの？なあ、飛んでみる？暴れんなよ。ルシファーの魂を持ってるって言っても体はただの人間なんだし。ベルの羽って綺麗。あのさ、褒められるのは嬉しいけど、俺はあくまでハエだぜ。それより星空を見ろっての。すげえよな、こう見ると魔界って
全然見応えないって感じがする。ねえベル。お、なんだよ。あなたは私が嫌いだって言っていたわよね。だったらどうして私に親切にしてくれたの？もっとあしらうことだってできたでしょ。そうだな、確かに俺はルシファーが嫌いだ。だけどさ、なあルシエル、あんたはルシファーの魂を持ってはいてもルシファー本人じゃないだろ。だからまあいろいろ考えた結果、あんたを嫌うのは違うって思ったんだ。とはいえみんなみたいに手放してあんたを好きにはなれないけど。ベル、なんだよ急にくすぐったいっての。やめ押せろ押せろから。私きっとベルのこと好きなんだ。多分これが恋なんだと思う。まったくもういい加減にしろっての。あ、元気が出たみたいで何よりだ。もう帰っていいよな。ルシエル、あんた。ルシエル、俺が嫌がらなかったのはあんたが落ちたら困るからだ。